はい、始まりましたハイサイ境会デビルのお時間です。すみません少々機会の方のあのそうそうだ、いはい、操作の手違いがありました。音楽流れませんでしたけども、はい、音楽流れてきましたね。皆さんおはようございます。時刻は午前11時を回りました。 教会レベルのお時間です。今日も皆さんの身近にあります教会やキリスト教のことを楽しくユンしていきたいと思います。それではまずはじめに本日の聖書の御言葉をお読みしたいと思います。詩幣23編「主は私の羊飼い」「私は乏しいことがありません」「主は 私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の,の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。 ああなたの鞭とあなたたののとそれが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださります。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。 私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン はい皆さんおはようございます。ハイサイ協会デビルの時間です。パーソナリティは、えー、那覇で牧師をしております山内です。相方は FM 技能湾のスタッフかな違うの違うのスタッフなのあ,あそうです。はい。あの私、FM 技能湾スタッフ、木原木司です。はい。司君と二人で、えー、今日はやります。何か、だんだん寂しい番組になってね、出演 <laughs> 者がいないの、ね <laughs> はい、<laughs> 人気がないのかな やっぱり先生牧師さんを連れてゲストに連れてこないとまずくないでしょうかそうだほ、ねはいえー、他の協会の皆さんをあ皆さんじゃない牧師さんたちを招かないといけないね、はい、そうでないとスタジオがにぎやかにならんしね、はい、なかつかさがんとお二人でやるというのはちょっと寂し,寂しいしなまあ、まあ、そうですねはじ一番初めもそうでしたねあそうだったっけはい開局しててて初めてこちらでやるってなっなた時に、うん 最初の1週間かあ3週間ほどは私とずっと二人でしたね。えそうだった本当はい全然覚えてないなそうですね,ね初めてのゲストがどなたでしたかねあじゃあ初めに初めに戻ったんだ今ねはいなんか寂しいけど、まあ、頑張るかはいキリスト教のお話をしますけれどもねこの番組は皆さんの身近にありますキリストの教会を紹介する番組です。 教会ってどんなところ誰が行ってもいいの、えー、僕してどんな人とかねさまざまな、えー、ことをお話しします。またお,お,おそらくね、えー、皆さんの身近にあります教会ですけれども教会のことはあんまりわからないと思いますね。す司君もそうだったんじゃないかな。はい全く思ってわからなかったです、ね、からなかったよね。だ、はい、か教会っていうのも、まあ一つの宗教だから、まあ、宗教嫌いですと言ってね、うん まあ、あんまり、えー、関心を示さない、また、あまあ、行く気もしなかったと思いますね、まあ、しないと思いますね、そうですね、うん、少し教会って閉鎖的なのかなあの、私が小さい頃住んでたところでは、たまにお菓子を子どもたちに配ってたので、うんあの、教会行けばお菓子がもらえるっていうイメージはありました、小さい頃小さい頃って40年ぐらい前、えー、そこ僕、40年前はまだ生まれてないです。<laughs> 生まれる気配もなくて。生まれる気配もなかったですね。<laughs> はい。そうか。はい。 とということは25年ぐらい、5、6年前でしょ。えっと、25、6年前でちょうど私が生まれたときになるので、それが大阪でした、えー。はい、ちょうど20年ぐらい前になりますかね。出身が大阪だよね。はい。そのあ20年ぐらい前、まあそうだね、ちょっと物心ついた頃に、教会はお菓子を配っていた。はい、20年ぐらい前でしょ。はい、そうですね、えー。でも結構裕福じゃん、日本の国は。お菓子配ってたっていうんですか。それにもお菓子欲しかった。 それを聞きたかったわけです。教会がお菓子配ると、じゃあ、教会に行こうかってなった。というよりも、たまたま友達にクリスチャンがいたのか、クリスチャンの家の家系の方がいて、それで友達が教会に行ってて、教会来たらなんかお菓子もらえるよって聞いて、お菓子だけもらいに行きました。やっぱお菓子もらえると、行こうという気になるんだね、子供どもでも。 でも今あの物たくさん溢れてるじゃないスーパーに行けばすぐ,すぐお菓子買えるし、はい、それでもやっぱあのただでもらえるから行きたいとか食べられるから行,き行こうかとかじゃあ私たちの協会もいつもあの看板かけというかねお菓子もらいますよってお菓子ありますってお菓子ありますって <laughs> 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 お菓子食べられますよと、はい、ようお その方がいいかもしれないねいいいかもしれないですよ、ね、そうするとやっぱり教会に来て、はい、あ教会ってこういうところなんだっていうのが分かるじゃないああ、まあ、教会の中に足を踏み入れるという,ということが大事よねそうですね。あ,あこれいいこと聞いたなそうなんだそうしようねじゃあそうしましょうかまあ,あの司君も私と同じ教会なんでね、はい、ああそういうのお前もって言ってよもっと前で言えばいいのねあもっと前で言ったような記憶があるんですけど多分 <laughs> 無視された。あのさらっと流されたような。<laughs> <laughs> そうかな。はい、まあでも日曜日にはね、子供たちも来てね、本当にあの楽しい思いをしています。はい、皆さんの身近にあります教会です。沖縄にはね、えー、たくさんの教たくさんの教会があります。本当にね、日本で一番教会が多い県でもありますね。え、ま、はあ、ちょっと地区って言うと、えー、軍事基地も一番多いんですね、日本で。 そうですね目、ね、の前には、まあ、あの基地があ、あの基地はなんていうのい、えー、このスタジオから見ますとね、えー、海が見えますし、はい、まあ海は普通はとてもきれ,いきれいんですけれども、今日は曇って、雨が降って、えー、海がどこにあるのかもう分からないくらい。 だね、そうですね境目がわからないぐらいににわ,わからないね、はい、非常に曇っていますでも眼下にはですねえ基地が見えるんですよ、はい、まあ大きい基地ですよねこちらの基地は何という基地なのかなそうなんですかねここは基地が多すぎてわからないね、はい、普天間基地っていうんだけどねあ,あれあ普天間基地はあっちじゃなくてですか あそうなんだあ,あっちの真ん中あギノワン市の真ん中にあるのが普天間基地、はい、飛行場があるところは普天間基地、はい、こ,こっちはここキャンプを付けらん付けらんそれかあの家がいっぱい並んでますね <laughs> キャンプ家だそうです <laughs> 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 まあそういうことでね、はい、はい。今日あの一時間頑張って教会の、えー、お話をしますはいはいその前に1 曲をおかけしますけれどもはいえっ、ー、と曲はえっ、ー、とガッドブレッシュガッドブレッシュだよねはいそうですねじゃあそちらの はいガッドブレッシュでした大好きな歌です、えー、いい歌でしょうそうですねいい歌ですね,ね聞いてましたよはい <laughs>、はいえー、CM いきます ではユンタクしていきますけれどもお話ししていきますシワちゃんありがとうございますはい感謝します、えー、教会のことをお話ししますけれどもねキリストの教会って、えー、歴史が非常に古いんですよ、えー、約2000年前にキリスト教というのが誕生しましたイエスキリストが、えー、生まれましてそしてキリスト教を広めていったわけであります 2000年だからすごいね歴史がありますねはい日本にもですねわりかし早い時期にキリスト教は伝わってきております約2世紀3世紀にはもうすでにですね日本にキリスト教というのが誕生していますね私たちが教科書で習うあの伝道の始め宣教師が初めて来たというのはおそらくザビエル 1500年代かなというのが最初だと教えられていますけれども本当はそうじゃないんですねもう三紀には完全にキリスト教が日本に広まっていましたということは何度もお話ししているんですけれどもこのキリスト教の誕生が2000年前約2000年前それから約2000年前にユダヤ教というのが誕生しました。はい だから4000年前ね2000年2000年だからあーそうですね、はい、キリスト教が2000年前ですそれから2000年前にユダヤ教が誕生していますそれはですねモーセという方が神様にね導かれてエジプトからユダヤ人を救い出した時から始まっていきますですからユダヤ教がもともとキリスト教の先キリスト教の 先と言ったらおかしいね。元なんですね。元。はい、元ね。イエス・キリストもユダヤ人です。もうせから始まっていきますね。ですから4000年前にその基礎が作られて、元が始められたということでね。とてもとても古い教えがあります。キリスト教の原点が4000年前だったということであります。どれだけ歴史が古いかというとね。一つの 他の宗教を比べてみますと、えー、仏教というのがあります、はい、仏教の祖は開祖した方はお坊さんお坊さんではあるさちつかさくん全然勉強してない <laughs> 日本人でしょ、えー、日本人はだいたい仏教ですよね って言われてる<た>お寺がたくさんあるでしょう。あ、お寺たくさんあり神社仏閣たくさんありますよね。あります。ですから、えー、まあ仏教徒ですっていう方も結構いますよ。はい。ブッダさんね、ブッダ、はい、釈迦、お釈迦様が、はいえー、仏教の階層であります。そして、2 0 0今から600年ぐらい前。はい。2500年から600年ぐらい前に。 えー、お釈迦様が、はい、こう仏教というのを作りました、はい、ですからキリスト教はその,そのキリスト教の元であるユダヤ教というのもっともっと先もっともっともっと前っていうことです、ね、そうそうね、はい、ずっと歴史が古いでしょう、はい、人類のね、えー、人類は6000年前にアダムとエヴァが作られたっていうのがキリスト教の教えでありますからいやすごいねキリスト教の歴史ってすごいですね ユダヤ教の歴史ユダヤ教は今もねずっとあの続いています。ユダヤ人たちが信じる宗教ほとんどユダヤ人が中心でありますけれども、でもあのイスラエルの人々以外の方々もユダヤ教を信じている方々はいます。で ユダヤ教の皆さんはキリスト教を信じないイエスキリストを信じないというんですね、はい、面白いね面白いですね, <laughs> ね、はい、でユダヤ教の皆さんは今でもメシアが来ることを期待して祈っているそうですでも2000年前にメシアであるイエスキリストがこの世に来られた、はい、それをユダヤ人たちはなかなか受け入れることができなかったということでね それで、えーまあ、キリスト教がどん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 栄えていったわけであります、ねはいえー。そして教会の行事というものを少し紹介したいと思うんですけれども、はい、日本人は行事が大好きですよね。大好きですね 1>,、えー、1月から12月までさまざまな行事がありますけれども、はい、でも日本で最大の行事って何なんだろう 日本で最大の行事、全国的のよ、全国的に、全国的に知られてる行事というと、お正月、うん。正月よね。クリスマス。クリスマスでしょう。はい。お盆とかもあるでしょう。お盆、まあね、ああいうのも、まあ行事に入れていいと思うんだけれども、花見、うん。花見。はい。そうよね。沖縄から始まって、沖縄からどん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 花見が始まって。北海道の方までどん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 広がっていくででい。<laughs> でも、それを大いあの2、二三ヶ月かかるじゃない。 一、はいねまあ、日二日で一気に全国的に行事をするお祝いをするというのはまず正月があるね、はい、お盆なんかもそうかなお盆あるねひな祭りとかもそうなひな祭りも七五三、ねはい、七五三夏祭りこれは日ち、ねまあね、日にちがうちがう日に日にちが違にうし日がう日がう えー、で一番有名なのはまあ、正月はそうだけど、はい、あとは正月を抜いたらクリスマス正月,正月クリスマスクリスマスじゃないクリスマスですね,ねはい。クリスマスはイエスキリストの誕生日をお祝いする この日なんですけれどもね12月25日、はい、その前はイブと言われています、はい、教会のあの行事のまあ、一番大きいのもそのクリスマス会ではありますけれどもね、はい、教会ではクリスマス会がありますねあります12月に入ったらだいたいねクリスマスの準備が始まりますよね、はいえー、非常に不思議なのがねこのクリスマスが何で日本であんなに人気あるんだろうかということなんですよ はい、ねそうですよねでてあのクリスマスケーキってさもう一月ぐらい前から予約しないといけないでしょそうですね予約は,は早めにしないと買えないです、ね、買えないよねあ不思議じゃないそでてあのクリスチャンじゃないのになんでイエスキリストのは,い、はあのこうキリスト教の総会総ね神様をみんなお祝いするんだろう、はい あそういえばそうですね,ね不思議だよね仏教を拝んでる人たちもやるのかなもうお坊さんたちはやるかなお坊さんたちがケーキ食べてるのをあまり見ないですね <laughs> <laughs> ちょっと聞いてみようか、はい、近いうち <laughs> 今度お坊さんをゲストに <laughs> あそうだよねはい招いたいね <laughs> 招いてそういうお話をしてみたいね、はいうん でもまあ教会ではですねクリスマスの行事というのがあります。はい、でこれはもう、えー、ごちそうがいっぱいであの催し物がいっぱいでねとても楽しい行事です。はい、でも司君は僕らの教会に来るようになってからクリスマ本格的なクリスマス会というのは知ったんじゃないそうですねクリスマス会というものをやってるのもそうですね。 もう子どもの時はクリスマスのそらにお菓子もらいに行ったと思う。はいそうだよね。そうですねまあ僕らはあの、私はもう古い人の方だけど、はい、僕らが小さい頃は特に貧しくてね、はい、この沖縄自体が戦後ですから、ね、やっぱあのアメリカ人たちがたくさんお菓子を持ってきましたね。はい、で教会もアメリカ人たちが作った教会が多くて、はい、その教会ではもうクリスマスの時は盛大なね、 パーティーがありまして、はい、いろいろなものが食べられただね,ねだっ戦後非常に貧しい時でしょう。はい、そういう時にねあの教会に行くというのはねとて,もじゃとても楽しみだったね遠くても行きましたよ、はい、<laughs> これがクリスマス会でありましたねで2番目にイースターというのがある、はい、イースターって知ってる言葉,言葉は知ってるええ、ね、言葉知ってますね イースターというのもね結構有名な言葉で、えー、イエス・キリスト生まれました、はい、でも私たちの罪のために十字架にかかって死にましたそして死んだままじゃ困るので生き返りました、はい、3日後に、はい、天の父なる神様がイエス・キリストをよみがえらせてそれからどん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 キリスト教が、ね、広まって でったわけであります生きてる神様だからね、はい、やっぱり信じると力がついてくる、はいね、イエス・キリストが助けてくださるから、やっぱクリスチャンはいい人生を送ることができるようになっていくわけでありまして、そのイースターというのが復活祭ですね、はい、それが、そうですよね、ねやって行われてますねこれはだいたい4月ですけどね、はい、あと、教会でキャンプがありますよね。はい えー、大体、えー、7月から8月頃かな、えー、たまには、えー、5月の子供の日とかでもありますね。まあ、教会はと,と,とにかくこういうのがあって楽しいし、まあ、礼拝は毎週日曜日あります。まあ、これも行事と言って,言っていいのか、まあ、祭りではあるんだよね。はい、イエス・キリストに感謝をする祭りそ,、ねはい、そして賛美を捧げる 礼拝を捧げる、はい、メッセージを聞く牧師のメッセージを聞くそうですねあ、ね、最後に終わってからみんなで交わりをする、ね、そう交わりをする大体、はいえー、カレーを食べながら交わりをする、はい、時々はあの父の母,母父の母じゃない父の日、はい、母の日とかは少し豪華な食事が出る 景気が出たりすることまああのあと水曜日にですねまた祈り会があってね大体の教会は水曜日で祈り会がありますですから教会に集まる日というのは大体日曜日そして水曜日でありますけれども水曜日は大体夜ですね、はい、日曜日は朝昼夜とありますまあこれが教会のね行事大体 えー、人が集まるところなんですけれども、はい、クリスチャンがいいところはねやっぱりあのクリスチャンでない方々と若干違うのはこう決められた日に、えー、一か所に集まるということよね、はい、教会に集まるということそ,うです、ね、そしていろいろな方々と知り合いになっていくというのはねとてもいいんじゃないかなと思うんだけど、はい、初めての方とかも話しやすくそうよ、ね、入りやすいですしね。うん まあそうしてね、えー、悩みやいろいろ問題を抱えていたらまた相談をすることができるしね解決できるかどうかわからないけど相談はできる話は聞いてもらえる、はい、まあ聞く人がいるだけでも幸せだよね,そうですね聞く人がいないというのはとても寂しいじゃないですか。はい でも教会に来ましたら誰かが必ず聞いてくれますし、まあ、私みたいな牧師はあもう毎日、年中、年中ずっと人々の相談を受けているわけでありまして、えー、まあ大体は私は聞く方なんですけれどもね、聞いて聞いてあよかったねすっきりしましたと言ってバイバイってなるわけなんですね <laughs> 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 問題を解決する力というのはないしね、はい、人間にはね。はいじゃあ 問題学校への問題があります相談があまあ話が終わりましたではイエス・キリストにお祈りをしてこの問題を解決していただきましょうと言ってお別れするわけであります、はい、聞いてくれ,るくれるというのは大事でしょう大事ですね,ねまあアドバイスもいりませんと、はい、まあ大体はあの相談する方々は自分の思いというのを持っていますし まあこういうふうにやりたいというのも思ってくるわけですからね、はい、その通りになりますよということでね、えー、話を聞いてあげるわけであります。はい、まあ何も牧師だけじゃないよね。もう周りの神徒さんの方々も、ねはい、そうよね。もう友達になりました。神の家族になりました。はい、ということでねとても親切にしてくれます。<雨>雨よね、はい 近くもそうだったんじゃないそうです、ね。施設にしてもらったんじゃないはい。あなたが最初来たときはもっと痩せていたと思うんだけどいや似たようなもんですよね。あそうだ <laughs> そんなに太っていたっけそうですかね。いや髪長かったあ髪の毛はあの金髪だったじゃないですか。だよね、はい、確かね。 変な人が来たなと思ったんだけど <laughs>、はい、多分黒髪であっても変な人変な人が来たなと思われてたと思いますけどそうだね、はい、まあ,あの時は若干ちょっと苦労したようなね顔してましたけれども、はい、今はもう本当に明るくなって明るくなって、はい、平気で人を騙す人になっちゃったけど。<laughs> <laughs> <laughs> いい方によ。ああ、なるほどですね。こういうことがあるよ、こういうことがあるよっていい方向に導いていくんだね。これはとてもいいことであります。ということがなんだけども、これで教会大体さっと紹介したけど、紹介しましたね。ね、皆さん身近にあります教会行ってみてください。とにかく楽しいですよ。そうですね。私もね、行きたくて行ったわけじゃないんだけど、悩みが大きかったんで教会行ってみたわけですよ。はい。 そしていや、うん、本当に助けられたねああなるほど、うん、別にあのアドバイスもらったわけじゃないんですよ、はい、あの牧師がね牧師に紹介された時祈りましょうねって言って祈ってくれたんだね、はい、何も言わんのにお<ー>、うん、あれいいね、はいうん、だからね教会に来るというのはねまああの宗教と見るか というのも問題なんだけど、はい、まあ憩いの場って見るかだよ、ね、まずは行ってみようかって考えるのもいいんじゃないかね。そうですね、はい大体、ね、好き嫌いあるでしょ。あります。そしてもう一つ食わず嫌いというのもあるよね。ありますね。大体いいはみんなそうじゃないかな。私はキリスト教嫌いです。はい、私は何々今日嫌いです。と言うんだけれども。 じゃあ、嫌いなのと言われたときさ、知ってるって言われた時とき、はい、どうするのキリスト教の何が嫌いなのたぶんほとんど何も答えられないですよね。そうそう、はい、ほとんど分からないんだよね。はいえー、仏教の何が嫌いなのとかね、なん、はいまあ、とか宗教の何が嫌いなのって言ったって、ほとんど分からないまま嫌いだということなんだけれども。はい まあキリスト教もそのうちの一つなんですよね、えー。私の悩みが大きくなるまで教会に行く気はしなかった。はい。なるほど。どこに行ったかと思うと、はい。ユタに行った。ユタに行った、うんですか。あの近所ユネコさんっているでしょう。はい。ユネコ先生とこ行かれたんですか。いや違うけど。はいユタ。<laughs> <う> <laughs> あれ元ユタだよ。元ユタの。は,よはい今は違いますね。今伝道師の先生です。<う>はい。ユタ <laughs> に行きましたよ。はい。 豊たに行ったんだけどねお金取られただけで問題が解決しなかったよはいでまたあ,あなたの問題はね次回ったら解決しますよ次はあの波の上行きましょうねっていやそうなんかなと思ったね、はい、でも回ったけどダメだったよあ<ー>、うん、でもたまたま友人にクリスチャンがいてね、はい、その方に誘われて行ってすっきりしたっていうのが 本音なるほどお金も出なかったし1000円ぐらいの献金で終わったしユタには5万円取られたし結構取られましたねその後ユタの方とはお会いしてないんですかあの一度お会いしてねはいあの本当にありがとうございましたって要するに次々予定が入っていたんですよ次こっがもうね次あっがもうねってそうなうよそしたら 大,じ大丈夫よ、一回では終わりませんよと言われたんだね、はい、でもその間に教会行ってね、えー、もう教会に行,きまし行くようになりましたから、ありがとうございました、ね。一、はい、回で終わらないんですね。一回で終わらないんだよねまとめてしてくれたらいいんですよね。そうすると、また次も5万円でしょ、はい、次また5万円でしょ。 なんか万ぐらいにすすぐなりそうですね、教会行くようになってからは行く、まあ、日曜日に1回だからね、はい、日曜日に1回行って、日曜日の日に行って1000円献金しました、はい、まあ4回行ったら4000円ぐらいで済んだっていうね、1>, 行った1回よりもお安い、ね、そうです、はい、それで、えー、心がすっきりしてね、はい、ああ、協会って意外と楽しいんだなって思いましたね、だって音楽があるじゃない。ありますね,ね賛美歌流れる 今ゴスペルがかかるそうですねまあ歌う歌うんだよね一緒に歌ってというか一緒に歌えるあれはとてもいいと思うねたまに踊る踊る人もいたねミラーボールが回るところがあるあるあるみたいよ照明がすごい教会。照明とミラーボールがすごい教会がありますねもう随分発展したもんだね教会びっくりしましたもう見に行った時いいよねでもねあの教会もね はい、大きい教会なんとか湯河風教会というんでしょはい、はいえー、では一曲聞いてからまた「ゆんたくしようか」はい、はいはい、そうですねじゃあ曲はですねえー、っと久米さゆりさんで「慈しみ深き」です。 は教会の紹介をしていますけれども、教会はですね本当に楽しいです。どうぞ皆さんの身近にあります教会を訪ねてみてください。でも不思議とですね、まあ、本音であの言わせてもらいますと、えー、苦しいから教会に行ったというのは、はいね、本音ですよね。そうですね多、えー、多分、ね、多くの皆さんが 人生日もう日もいもかなくなった時にどこに行くかどうして解決するかというね大きな問題を抱えますよね。で日も幸も行かなくなった時におそらく何かにすがったと思います私もそうでしたですけど教会行ったわけですよ。れ、はい、教会に来てる方々もね問題があって教会に来ましたというの多いですね。 多いですね、確かにね、はい、いい人生を送ってはすんなり行って順調にいってる人が京家来るっていうのは少ないねはいなんでかねあれね順調にいってるとやっぱりななんかすがるっていう思いすら起きないんですかねだよね先生も昔はどうでしたかあそうだったね楽しくてね自分の人生を謳歌していたね <laughs> はい <laughs> <laughs> ですからね、問題があるというのもいいかなと思いますね、はいえー。そうすると本物にぶち当たることがある、はい、本物を見つけることができるということになります。でも、あの他の宗教もね、えー、他の宗教に行く方もいます。私は、えー、他の宗教もね、一応は勉強しました。行くことはしなかったけれどもね。はい で違和感があってね、えー、キリスト教だけはすんなり行くことができましたね、教会というイメージがね、結構良かったんですよ。お教会のイメージがあってイメージがね、はいえー、感化されたのが2つあって、えーまあ、中学生の時に、えー、アーム城というのがありました、ジャンバルジャンの物語。はい、あったよね、わかるわかんない もう私あっち向いて話するわ <laughs> <laughs> それはあのあのの沖縄での物語のことかですかいやあのフランスでの物語でしたねはい小説ですけれどもそこにね、えー、カトリックの神父さんが登場しますねそしてまあ。 えー、罪を犯して、えー、こう刑務所を出ます、はい、出た方がね行くところないでしょケーキを置いく行くところないから、はい、教会に行くわけですよ、はい、そして教会が止めてくださるあ<ー>まあ,あのもちろん無条件でよ、はい、あ困ってるんだったらどうぞってで教会に止まるお<ー>でこの人ね、まあ、あの食事ももちろん食べて、はい、夜中に えー、銀の飾台を盗んでいくんだね。飾台。うん。あのろうそく立つあの綺麗な銀。あはい。もう高価なものよ。はい。それを盗んでいくんですよ。はい。恩を仇で返すで。なるほどす、ね。すごいことやな、ね。はい。内藤さん似てない？いやまあまあ見てないことはないんでしょうけどね。<laughs> <laughs> はい。そんなことないだろうが。<laughs> 無理なもつ必要ないだろう。<laughs> まああの、えー、それねえー、そしてあのまあ夜中だからね当然警察に捕まるわけよこんな高価なものを持ってね出てあの,あのみんなにはあの良くないじゃん出てきたばっかりなのにそうそう偉い高いものを持って歩いてるわけですもんね警察に捕まるんだねはい、えー、そしたらいやこれはあの神父さんからもらいましたって、ね、嘘つくはいねじゃあ,あの教会行こうって,って教会連れて行かれるわけですよはいもう普通もうくアウトだよね まあ普通そうですね。食事もあけて止めてあげたのに、えー、夜中に銀の食材を盗んでいくというね、はい、そんな馬鹿なことをする人がいるかって言って怒られるのが当然で、はい、でもおおまわりさんが、まあ、警官を2人が連れて行ってね神父さんにこういう人を捕まえたんだけどあの本人はあの神父からもらったと言うんですけど本当ですかってそれはそに決まってるじゃん。 はい、だけどこの神父はそうですというんだよ。私があげたものですすそそうそうすごいじゃん、はい、しかもなおかつ銀の確か銀の皿だったかな。はい、え皿もあげたのに何であんたこれ持っていかなかったのというわけよ。<laughs> <あー> <laughs> すごいじゃん。すすごいですねこれがね「はい、ジャンバルジャン」っていう、ね、方の物語で小説ではあったけれども、はい、私の頭にはそれがずっとあったね。ああ だから教会のイメージが良かったんですよ、はい、とても。まあそういうのがあって、ねえー、教会に行きました。もう一つは、あの、えー、日本の小説で、えーはい、評点というのがあってね、はい、三浦あや綾子さんという方が書いた。その評点、はいまあ知ってる知らないです。<laughs> <laughs> 何であんた大学出てるのにそれ勉強しなかった僕中学しか出てないですよね <laughs> 大学は出てないですよどちらの大学も出てませんようなはい沖縄にもいくつか大学があって特殊な大学もあるよあの特殊な方も普通の大学も両方出てませんまあ「氷点」というね有名な小説があってね、はい、そこは家族の葛藤の問題なんだけれども、はい、それを読んだ時に教科が出てくるわけよはい もう問題があってね、でこの主人公のお父さんがお父さんがねもう本当に問題で悩んで悩んで苦しんでいくと終わりのところでねあれ自分のところに教会があったんだって気づくはい、ね。その白いチャペルそこにお父さんが教会に行こうってって行くんですよはい。だからそれもね私が高校生の時読んだんだけど いやあれも感動だったね、うん、わあさりげなくいけるっていいなと思いましたねお教会にさりげなくいけるって、うんうん、もう問題がね、はい、こう家族の問題夫婦の問題親子の問題もうこのお父さんすごい悩まされてね、はい、そしてふと見上げてる教会があったって、ね、おお<ー>何年もその問題続くわけよはいまあそ,それで教会に行って心の安らぎが与えられたということだったんだけれどもはい だけどそういうイメージがあってね教会には私はねあの誘われた時すんなり行けたというのも事実でしたよ。おそうなんです、ね、だから今考えてみるとねあ問題っていいもんだなって思いましたね。はい、で今なぜいい,かいいかというと真理を知ったでしょう天国があるということも教えられた実際に、はい、で、えー、地獄があるということも教えられた、はい、死んだらどうなるかというのも分かるようになった。はい 死んだらどうなるかって、えーえー、人に聞いたときそらくいやもうこれで終わりですと言うでしょう、はい、でも普通そうじゃないんだよね私はそう思ってた死んだらどうなるかというのがわからない人間は、はい、死んだ後の世界がわからないねただまあ例になってここら辺でさまよっていくか、ね、肉体滅びて そんなぐらいでしょうそうでですねでもキリストの世界に入った時本当に知ったのがね死んだ後の世界がちゃんとあるということが分かったあれは本当に感動だったねあ<ー>だからこういう問題があって初めてやっぱりあの真理というものにね、えー、のこうまああの 知ることができる、心理というものを知ることができるんだなと思ってね、皆さんどうぞ問題を歓迎してください。って言いたいわけ。はい。内笠君もそうでしょう。問題があってどうしようもなくて教会に来たじゃない。そうですね。もう死にたかったんじゃなかったっけそこまでいまで行かなかった。で,ねはい、でも、きつかったよね。そうですね。住む、食べるものもなく。そうよね。はい、それで教会に来たというのも事実だと思うんだけれども。はい やっぱね、苦しみが与えられるというのは私たちが、えー、真理を探すその準備かな。ああ、なるほど。ね、私そう思いましたよ。はい。でえー、まあ,あの価値観が変えられたしね、これも良かったね。 やっぱ儲かってるとき、ね、成功してるとき価値観というのは、ね、お金と名誉と財産なのよ。名 <laughs>、ね、名誉も有名になりたい、はいはい、大好きな言葉ではありますけど、ねね、<laughs> でもね本当の人生って、ね、そうじゃないんだ、はい、なとい,いうのが分かりましてねで今生きてるときに、まあ、父母からも、ね、死後の世界というのを教えてもらえなかった。 はい、中学2年の時に死について真剣に考える時期があったんですよ。はい、もう死んだらどうなるのかなって、死んだあとこの世界どうなるのかなって、えー、自分のお父さんお母さんどういう考えで生きていくのかな、俺が死んだらどうなるのかなって、もう毎日それを考えるわけよ、はいうん。でも聞いても誰も教えないでしょ。そんなバカなことを考えるなとしか言わない。はい、学校の先生も そんな死んだ後の世界なんて分からんよって。で、死んだことないから分からんよって。まあまあ、それはそうですよね。そうよね。<laughs> その時は <laughs>。でもね、本当に悩みましたよ。中学生の時にね、死んだらどうなるのかなって毎日見てね、あの、まあ、空を見ながらね、夜空見ながら死んだら、この星ってどうなるんだろうかな死んで。死んだ後もそのままみんなすんなり、まあ、変わらずに生きていくのかな。 俺が死んでも太陽また昇るんだろうなって真剣に考えた。不思議でしょ。不思議ですね。ね誰かか悲しむのかなで、みんな死んだ後ね、同じように生活していくんだろうな、周りの人たちはね。はい、で、自然もね、えー、俺が死んでもやっぱ夏が来て、冬が来て、まあそんなもんだろうなって、何も変わらないだろうなって、周りはね。はい じゃあ俺死んだらね結局忘れられるんだってああ<ー>結論がそこでしたねそうです <laughs> <laughs> まあだん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 ね誰がも教えてくれないんで、はい、だん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 その,その,その忘れていてまて、あ、受験勉強だああだこうだっていうのはまたこう学園生活に戻っていくわけですよ <laughs> 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 でもね真剣に考えたねあの時誰かがね本当にまあ私の親でもそうだけど学校の先生もそうだけどこうなんだよと教えてくれ,るくれたらまあ人生ね少しは変わったのかなどうでしょうか <laughs> 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 でも今はね子供たちとか周りに教えられる教えることができるわけよ <laughs>、はい、死んだらどうなるのって死んだら死んだらね2つしか道ないんだって1つは。 イエス・キリストを信じたら天国行けるということ。はい、で、えー、私たちは永遠に生きることになる。はい、人間はね、肉体を滅びるよ。はい、でも、霊があるじゃない。魂があるじゃない。はい、心があるじゃない。見えないけど、その霊があるから、霊は永遠にどこかで生きるということであります。はい、それを教えてくれるのが教会ですよ、皆さん。じゃないですよ 地獄、ね、ってどんんななとこなんですか、ね、地獄ってね恐ろしいところよ、うん、中まで行かなかったけど私ね一度体験したことは <laughs> 入り口までそれもねまたね <laughs> 話す機会があったら本当に話したいね境、はい、界ではよく話しますけれどもね,ね地獄があって天国があるって地獄はあの,あのどこだっけ、えー、地獄温泉ってあるじゃんあのー 内地の方ですよね。あありまさにあんなところだよね。はい、だけど怖いですよ。い行ったことはないんですけど。行か <laughs> 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 れたことありますか。ない <laughs>。ないですか。<laughs> まあ、そういうことでした。あ、はい、もうそろそろ時間だね。そうですねわあ。はい、今日もありがとうございます。<laughs> ま適当なな話をしたような感じだね <laughs>、はい、菅田君と2人になるといつもまあいい加げのな話し,しかならないけれども <laughs> でも本当ですよ皆さんね、はい、教会に来たら、ね、死後の世界きっちり教えます死んだらどう,どうなるかも教えますだから私はね教会来てよかったと言っているわけですよアーメン,アーメン はい、お祈りします。天皇とおさま、ありがとうございます。今日、ラジオを聞きの皆さんに、あなたの恵み、祝福を豊かに注いでください。健康の祝福、経済の祝福、平安の祝福で満たしてください。岐阜湾市、沖縄市、周りの近隣市町村の皆さんの上に、神様の大いなる恵みがありますように、期待します。感謝します。また、ラジオあ、車を運転しながらラジオを聞いている皆さん、 どうぞ事故事件から守られますように、よく注意して運転してください。今日も一日また神様この恵みが豊かにありますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。はい、皆さんこれで今日お別れかな。はい、また来週、司君と二人でやります。よろしくお願いします。はい、ではさようなら。さようなら、はい。本当にありがとうございました。